お世話になります。ひとりでございます。以前からアナウンスはされておりましたが、以前の色違い星狩りスレイドみたいな感じで、また号外の期間限定レイドバトルが更新されました。テーマは星狩りスと同じように劇場版ポケットモンスター個々に関するポケモンでレイドとなっております。具体的に出現するポケモンはヌオー、ゴルーグ、イエスさん、フライゴン、ウということでございます。で、出現期間については2月4日9時から2月9日8時59分までとなっております。で、今回はウの色違いが出やすくなってるとのことです。星ガリスと同じように映画でまあそこそこ出演時間が結構長いのでね、なのでまあこいつが色違い出やすくなってるんでしょうね、多分。で、さらに今回は、まあ、結構昔あったゼラオラのレイドの時と同じような感じで、この期間中にウを倒した回数に応じて不思議な贈り物で報酬がもらえるみたいですね。具体的には50万回達成すると火炎玉、毒毒玉、電気玉がもらえるらしく、100万回達成すると金の王冠、銀の王冠、お団子真珠がもらえるらしいですね。ただちょっと今の期間にね、それだけ回数いけるかっつうのはちょっと、もう今かなりもうみんなユーザー離れちゃってますから、100万回なんか行くかねと思っちゃったりもするんですが、まあそこ地味に怖いっすよね、運営側としては。まあみんなやりましょう。まあ今回はとりあえずウ以外のやつをとりあえず捕まえて、あとは色違いウも捕まえていきたいと思います。で、やり方につきましてはいつも通りですね、不思議な贈り物から、それでワイルドエリアニュースを受け取っておきましょう。うっし、これで受け取りましたら行くだけですね。はい、で、出現場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、お好きなとこに行きましょう。私はこっちに行ってまいりますと。あ、過ぎちゃった。はい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 。あー、ダメだね。お、来たんじゃないか、いきなり。これはいいっすね。まあ、とりあえずこいつちょっとあんまりにもいらなすぎるんで別のポケモンに変えたいと思います。別のポケモンの変え方はまあみんなで挑戦をしてホームボタンを押してってやつですね。いわゆる日付変更バグってやつをやって、私は変えちゃいたいと思います。まあフライゴンあたりかな。さすがにこいつはなんか一回それこそレイドで出てきたし、ちょっといらないかな、ごめんなさいっていう感じです。変えていきましょう。ひたすらやれば、あ、ウ来ましたけど、これはちょっと飛ばして、とりあえずウ以外を捕まえたいと思います。で、日付変更バグについてはイベントレイドのポケモンが出るところでやらないと他のイベントレイドポケモン出ませんので、そこはご注意ください。じゃあフライゴンあたり出るまでやっていきましょう。お、やっと出てきましたね。まあ、かなり時間かかりましたねつうか、ウ率がやけに高かったっすね。まあ、気のせいかもしんないですけど。でも冒頭で挙げたポケモンは全部確認できまして、まあ、ようやくね、もう結構な回数やって、まあ、フライゴン登場ということで5つ星ということでゲットしていきたいなと思います。まあ、こういう狙いのポケモンが出たら必ず1回ね、日付変更バグやってた人はレポートした方がいいと思われますと。はい、じゃあこれで、やっていきたいんですが、こっちサブロム的な感じなんであんまいいポケモンいないんすよね。まあローブシンでいけるかな。はい、来ました。フライゴンめっちゃ活躍しましたが、めっちゃ活躍したやはいないかなまあいいや。まあとりあえず映画には結構ねしっかり出てたんで、まあ捕まえてやりましょう。インファイトしかやることない。まあこんぐらい入るね。はい、でバリア作られて、あ、4つしかないの。5つ星で4つってめっちゃ楽じゃん。うわ、大ドラグーンとかやってきて全員の攻撃が下がるっていうね、すごいだるいことしてきましたね。しかもブンマース全体攻撃っていうね、うわひどいわ。うわ、地震もやってきた。え、同じターンにさ3回攻撃した上に2回全体攻撃っていうね。え、つうかやっぱりさ相手の攻撃回数増えましたよね。初期の頃って3回も攻撃したことありましたっけ。なんかそうじゃなかったような気がするんだけど、気のせいかな。うわ、また、え、スピードスターもやってくんの。めっちゃ全体攻撃あるじゃん。ブンマースやってくる。うわ、地震もやってきた。やべ、やられた。うわ、爆音波もやってきた。え、待って待って、え、全体攻撃多すぎでしょひでえ。ほとんど全部全体攻撃じゃね、これ。初めてだ、こんなポケモン。竜の息吹。オッケーオッケーオッケー。うわ、まひったし。ひでえ。なんだよ、それ。ナイス。オッケー。カビゴンのギガインパクトで倒してくれた。ありがとう。いや、こいつ、なかなか手強かったな。相当な主だぞ、こいつ。リピボで行きましょう。ゲイフライゴンを使いまえました。普通に安定してゲットできるのはいいね。で、アイテムについては、え、また大して変わんないじゃん。キーキアメ L が2個、XL が1個、ダイマックスアメ2個。あー、全然多くないよね。鎧鉱石もマックス鉱石も1個だし、あとバンジの実、ウブの実って感じで。え、全然何も変わらない。
わざましいがちょっと多いのかな、これ4つは。はい、じゃあ見ていきましょう。この論文はまだね、ちょっとね、答え値見れないんで、そこはごめんなさい。見れません。まあ、とりあえず中見ていきましょう。で、レベル60のメスのフライゴンということで、ゲットさせていただきましたと。で、それで、特性は浮遊で、地面から浮くことによって地面タイプの技を受けないということで、これはまあ、夢属性もクソもないですね、別に。普通にみんな一緒ですかね。で、竜の息吹、スピードスター、ブンマース、爆音波ということで、めちゃめちゃ強かったっすね。これ全体技スピードスターブンマース爆音波ということで、でさらに地震もやってきたかな。なんでここはほんとめちゃめちゃ注意した方がいいですね。地味にほんとやられそうでした。まあでも今更ね、フライゴンわざわざレイドで捕まえようっていう人はあんまいないと思いますけど、一応ね、でおっとりした性格で、まあ、日付はずれてますが、そこはまあちょっと攻めないでください。でまあリボンを持ってない個体ということで当然なんですが、まあそんな感じでフライゴンゲットさせていただきました。すごいこの羽ってさ、ツルッツルしてて、で根元もほっそ細だし、よくこれで飛べるよなっていう羽ですよね。まあいいや。まあとりあえずこれで色違い以外のね、ポケモン捕まえた場合どうなるか分かったかと思うんですが、まあ大してね変化なさそうだったんで、このままねもう色違いうう捕まえちゃいたいと思います。もうじゃあ行きましょうか。入れていきます。うわ、紫が出るっていうね、ひどいわそれ。お、う来ましたね早速。わ、今回運が結構いいわ。ありがたいね。ただこれいつも色違いレイドの時もそうなんですけど、5つ星の方がね色違い出やすいらしいですね。なので私はここでちゃんとみんなで挑戦使って、ちゃんとって言い方も変だけど、本ボタンで日付変更バグでね、5つ星のうを出して、それでやっていきたいなと思います。まあこれで変えて、それでやっていくって感じですね。まあでも結構ウーウーの確率もね、さっきねやってたら良かったと思うんで、あ、出ましたね、早速出ましたんで、まあこいつ倒していくっていう感じでやっていきたいなと思います。で出たら必ずね、レポートは必ず書いといた方がいいと思います。てか書かないとやばいっす。で対戦をしていくわけですね。一人で挑戦でやっていきましょう。はい、出てくるか、頼む来てくれ、一発目で来たらやばいよ、来い。あ、無理か、さすがに無理か、それは無理だよね、この前炎上したし、これは無理だよ、それは甘いって、 YouTube 舐めてるって。ですからこういう時は必ず、リセットしましょう。つか今思ったんですけど、色違いレイドって確率上がってますけど、私の以前の動画とか見ていただいた方は分かると思うんですが、ゲットするまでにまあ数時間、3時間とかかかるかな、大体そんぐらいかかるんで、でこれ日付変更バグ使った場合なんですよね。なのでこれまともにやったら確率上がっても全然捕まえられなくねって思うんですけど、皆さんそのあたりどう思いますかね。まあきつすぎじゃないですか、ちょっと確率上がってるとはいえ。まあいいや、じゃあこれはまたみんなで挑戦で別のウーを出してね、やっていかないと別のウーになりませんので、またね日付変更バグを粛々と続けて参りたいと思うわけでございます。5つ星引き続き出していきましょう。はい、いきますよ。うわ、フライゴン出やがった。まあいいや、やってく。お、来ましたね、うちゃん。で、ここまで来たらまたレポートして、それで行くわけですね。なんか、すぐ来るような気がする。今回はそんな自信がなぜかあるんだ。私に。来い！あ、無理か。こいつはね、色違い知ってますから、色。真っ黄色の色ですから、オレンジっていうのかな？パッと見でわかりますんで。たらきついね。まあ、ひたすらやっていきましょう。あー、無理だよね、それは。無理だね。そんな簡単に人生はうまくいかない。無理だよな。あー、きゃー、リムジンゲーだこれ。来ないのが現実。信じれば来るぞ。信じることで出現率が上がるはず。来ない、信じても来ない。無理、来ない、無理だ、無理、まだかい。来なすぎ。もう来る、きっと来る。そろそろ来ないとやばいぞ。こなすぎね、心まで白く。厳しすぎ。現実来ないんだよね。いや結構渋いな確率。来て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 来ない。いやもう眠くなってきた、なかなか来ない。マジでひどいぞ。待て、頼むから来てくれ、もう堪忍袋の尾が切れて血が出まくって痛いよけど来ない。いやマジか、最悪じゃんもう。ひど、意外と3連続とかで出たりするんだよな。ただ色違いが来るかは別だけどね。来ない。おお、来た来た、えマジか、ようやく来た。おっしゃ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 、ありがとう、やっとな。本当に結構渋いな確率。まあ高くはなってるよ確かに。
ただ渋すぎだって。本当に何時間かかってると思ってんだよこれ。かかった時間2時間12分かな。ひでえ結構エグいっすね。あ、雷パンチ覚えさせといたんで、行きましょうかこれで。でもこのウーウーさ、雷パンチ効かなそうだよねこの色だと電気技吸収しそうな感じすらある。あ、でバリアは4つですね。なのでまあ比較的簡単に倒せるんじゃないでしょうか。まあこいつ自体そんなすげえ強いポケモンってもういうことでもないからね。無駄にトゲピーがちゃんと原子の力やってくれるっていうね。やられた。原子の力トゲピーやってくれるのありがたい。めっちゃ、うわ波乗りとかしんど。それはきついわ。この雨状態で、しかも雷パンチいけ、全然入んねえ。うわやられた。コータスもやられた。トゲピー原子の力めっちゃやってくれる。3回もやってくれた。うわーしんど。トゲピーもやられたい。雷パンチでとどめだ。いけ、オッケー倒せた。あぶねえ、ギリギリ映画ぐらいこいつ活躍してんじゃんこの勝負で。リピボでいきましょう。いやさすがに来ると思うよ。オーケー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 オッケー、ありがとう。よし、これは嬉しいね。もう結構時間かかりましたからね。いやーしんどかった、疲れた、シンプルに。はい、でアイテムについては経験飴 L2 個、 XL1 個、ダイマックスアメ2個、宝石1個1個、 あとお団子真珠来てますね。これはあんま来ないんじゃない。星のかけらも、来てまして、あ、ただあれだね、技レコードが一切ないね。これかなり珍しいパターンじゃないですか。まあいいや、もうほぼ背景と同化してるような。ううゲットだぜ。いやーここも思いっきり背景と同化してる。つかまだこのロブで捕まえてなかったんだ。よくリピボで捕まったな。はい、うう見ていきましょう。これまたね個体値ちょっと見れないんですけど、まあごめんなさい。はい、でううでレベル60のオスですね。いやこいつやっぱなんか目が緑色なのがちょっと怖いっすよねなんかイカれてるっていうか、なんか映画とかで出てくる怖い生物みたいな生物感がありますね。でそれで特性はウノミサイルで、波乗りかダイビングをすると獲物を加えてくる。ダメージを受けると獲物を吐き出して攻撃ということで、まあこれは夢特性かそういう感じとかじゃなくて、もう普通にこいつ限定のね特性ですね。で波乗りハイドロポップネット、え3つしか覚えてないのなんで4つを覚えるよね。ちゃんと技ありますよね。だいたい持ってやってきたろ技いろいろ。なんで3つなの、ちょっとよくわかんないけど、なんでだろう、不思議だな。ううですね。で能天気な性格合ってるね、こいつに合ってる性格っすね。で昼寝を良くするとかめっちゃいい性格じゃんこいつ。でリボンを持っていないううでございました、ゲット。はい、ということでただのレイドの動画なのに2時間以上かけてね、なんとか終了しました。ううとフライゴンゲットしました。色違いやっぱね、まあそんなすぐ出てくるとは言えないけど、まあ確率は上がってますねやっぱり。また一瞬出てこないかと思ったけど。でこいつとかもね、みんなそんな色違いとか持ってなさそうなんで、これを機会にゲットするのいいんじゃないかなと思います。え、何、こんなポケモンいらない。だってうっせえわ。